金曜は、平安乱動の古作農民、墓守、金多栖元の父、朝鮮民主主義人民共和国国家主席、金日清の曽祖父、国防委員長の金正日の高祖父、本願は、全州禁止。北朝鮮の聖史や教科書では、ジェネラルシャーマン号事件の主会とされるが、その伝記については、北朝鮮のプロパガンダによる絶望が多く、 疑問視されている1848年の旧暦6月17日、朝鮮平安南道平安中白里で、先祖代々の小作農家に生まれる。幼少から、小作農業に従事していたが、生活は大変貧困であったために、1860年代に、平安在住の祖宝家で、大地主の利平沢家の墓守になり、墓所近くの高台の一軒家を借りて、一万家へ移り、 移住した。当時の朝鮮では、墓守は、癒しい職業の一つであったという。1878年旧暦10月4日、30歳で死去した。金日成の回顧録、正規とともにによると、金曜が18歳の時にあたる、1866年7月、アメリカの武装商船ジェネラルシャーマン号が、朝鮮国に通称を求めて、 大道光を遡り、平壌の鶴島に停泊した。金曜羽は、村民たちと一緒に、家々から網を集めて、対岸の夕島と一万警報の間に、幾重にも張り巡らせて、ジェネラルシャーマン号の航路を遮った。その後、ジェネラルシャーマン号は、羊角島に航路を取って、大砲を打ち鳴らし、周辺の民家から財貨を強奪しているという噂を聞いた金曜羽は、村民を引き連れて、 平壌城に駆けつけ、平壌の官兵と協力して、芝を積んだ小舟を何層も繋いで放火をし、船内の乗組員を皆殺しにしたとされる。また、北朝鮮の歴史教科書、微曲や陳曲によると、1866年8月、アメリカ帝国主義部総侵略船、ジェネラルシャーマン号が大同光に侵入したとき、 万元台とその周辺の農民に呼びかけ、義兵部隊を組織し、強力な陣地防御戦法で敵を完全に撃退し、当時の世界中の人を驚かせたと北朝鮮の歴史では、近日成主席の曽祖,祖父の兼、洋武の指揮のもとに、ジェネラルシャー・マン号は放火されたと強調されているが、朴慶樹の事件報告書をはじめ、史実では、平安監視、朴慶樹の指揮によって、 ジェネラルシャーマン号は撃沈されたものであり、事件報告書にも、当時の歴史文献にも、金曜宇の記録は存在しない。文網で、無学の金、洋宇に、人地防御戦法の知識があったとは思えないし、一回の小作人であった金曜宇が義兵を率いて、戦ったというのは信憑性に欠けるが、北朝鮮では、史実として教育しており、 1966年、ジェネラルシャーマン号撃沈の100周年を記念して、ジェネラルシャーマン号撃沈記念碑が建てられている。金曜の一家は、禅州禁止であり、祖先は、元禅州に住んでいたが、金曜の10代前の祖先である加熱儀、章の第二、禅羅北道禅州から、北の環境道に移住し、さらに平安南道の万行台に移住したという。金日生。 金正日、金正恩の家系図、ありがとうございます。